クリスチャンの寄り道をお聞きの皆さんこんにちはイスラエルマリコです今回は困難に直面した時助けられた話ということでま、えー、私が体験したあ新しい、えー、本当にあのー、最近体験したことお話ししていきたいと思います、えー、私は営業しています そして営業というのはノルマがあるんですけれどもノルマをクリアしたことは、えー、っと1年間でこの1年ちょうど1年過ぎて2ヶ月ぐらいですけど1年間であのノルマをクリアしたのは1回しかないんですねでそれで、えー、さらに社員になってからはもう1回もないんですで褒められたことじゃないんですけれどもあの現実はそうなんですね で今年の春はそれに加えて1か月あの病気で休みましたなのであのその1か月分の,その成績もないのであのまあ大変ですよね <laughs> それで、えー、この6月、えー、社員になってから初めてのボーナス、えー、がありました で私はノルマをクリアできてないですし1ヶ月休んだことでまあランクはどんどん下がっていってですねもうお給料もこのお給料じゃ長くやっていけないなというような給料,お給料でございますそして、えー、まあランクとしたらですね下からこう2番目の まあ、上司の話を聞いてたらの人間扱いされないようなランクなんですねっていう感じのランクなんですねでそれで、えー、多分ボーナスも人の半分ぐらいだろうとあの想像しておりましたところがですねそのいただいたたただボーナスがすすごかったんですもちろんあの私より成績を出している方々はもうそれなりのボーナスを頂い,いておられます でそれで私何度はですねあの多分それらの方々のもあの半分ぐらいしかないであろうと思っていましたところがこの評価がボーナスはまあ評価の一つなんですけれども人の4倍弱の評価だったんですねなのでえっと普通に頑張ってる人たちの もう大して変わらないぐらいもらっちゃったんですね。でそれであの上司がすぐ上の上司があの静かに私のところにやってきて「あの想像よりどうだった?」って言われたんです。いやーって言って私すぐ立ち上がって「もう本当にたくさんいただいてもうどうしようかなと思います」っていうふうに言ったんですね。そしたら、 あのその上司がですね「社長と上部のお考えです」とおっしゃいましたそして、えー、時間が経ってまた私に話しかけてきたんですね小さい声で「どうしてこんなに多かったんだと思う?」って真剣に聞いてきました実際は私は あのまあずっとほとんどそうなんですけれども上司の機嫌が悪いとですね、まあ、前は機嫌が悪くなくてもそうでした「モラハラパワハラ」でですね新人さんが驚くぐららいの言葉をこう浴びせられますでまあそれについて私は、まあ、黙って受け入れているんですけれどもあの周りがこう 驚いてますでまあ私はそのことについてですね悪いこともいいことも感謝しなさいというふうに書いあの聖書に書いてあるので、まあ、いつものようにこう感謝していくわけですよね。で初めの頃はですねこれらのことについてもう本当になんかもう感謝が。 したくないぐらいの気持ちになっちゃって、もう感情が動いてですね、そういう中での感謝でしたけども、今はもう淡々とですね、もう感謝していってます。何しろ回数が多いので、もう感謝していくということ、もう自然に感謝が口から出てですね。でそれで、まあこのけこの悪いと思える ここのことのと裏に主は最善しかなさいませんから私はそのことを信じて感謝いたします。今日はこれが最善ですからありがとうございますっていうふうにですねもう淡々とこう感謝をしていっています。 である時、まあ、新人の女の子がですねあまりにも自分たちとその私の対応がこう違いすぎることで上司にこう質問して「どういうこと?」っていうふうにですねえらい強く上司に迫って質問するものもあの出てきて、まあ、私のことを心配してくださってるんですよね。その入ってき ばっかりの若い女の子ですけどなんかそれ聞いてですねああのあそんな風に言ってくれるんだってまあまあ、別な意味でですねなんか嬉しかったんですよね何も言う人はもちろんいませんからなのにそういう風に聞いてくれるんだということで上司がですねたじろいだりすることもつい最近あったんですね でこういうことがこう年から年中あるっていう中でボーナスがあの高かったっていうことでしかもその社長とか常務っていうのはもうあの遠いところにある本社にいらっしゃるのであの実際に私の働く様子を見ていることはあのないと思うんですけれども。 その方々がですねその私に対してのそのような評価っていうのは本当に考えられないくらいあ,のありがたいものでしたこれはあの神様の憐れみともう恵みしかないっていうことを本当に強く感じさせられたんですねで恵みというのは本来受けるべきものじゃない ものがいいものを受ける。それが「恵み」っていうんですけれどももう恵みででこう、う満ちたわけですよね。もう感謝でいっぱいで,でもうやめたいっていう気持ちが、あのー、あったんですけれども逆にあ本当にこんなに期待されてどこはどのようにどうだったか分かんないんですけどありがたいのでもう。 一生懸命、えー、神様の「良し」とする時まで働きたいなって強く思わされましたでこれらのことを本当に感謝して受け取ったんですね、えー、今日はあー困難に直面した時助けられた話ということをあのお話ししていきましたここまで聞いてくださってありがとうございますそれでは また。